ご無沙汰しております。福島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。福島さんにはですね、しばらく前に、はい、安倍晋三首相が撃たれた直後ぐらいと、はい、それから、まあ、直後でもなかったですかね、それからその後のですね、国会に関するお話を伺いしたりしてたんですけれども、はいはい、残念ながら今国会では岸田内閣は倒れなかったっていう、 そうですね、ことで、野党が倒さなかったっていう方が楽しいかもしれないですね。そうですね、はい、助けてあげたって感じですよね、はいはい。まあ、そのあたりのその国会の動き、はい、それからその、まあ、この間ですね、その鶴瓶落としのように内閣支持率は下がり続けていたんですけれども、はいはい、それがどのような影響を与えているのか、はい、その一つの表現がですね、今回の茨城県のですね、はいはいはい、県議会選挙だったと思うんですが、はいはい、そこに関する、まあ、リアルタイムっていうか、まさに当事者として関わっておられた福島さんにですね、はい、この2つの点をまとめながらお話をお伺いできればと思います、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。まずこの国会は一体何だったのかっていうところを福島さんの考え、結局ね、この国会は、はい、維新が、立憲民主党が維新とくっつくための国会だったんですね。あ、でそれ以外は2つの大きなテーマはですね、1つは補正予算、はい、そしてもう一つは統一教会の被害者の救済法案の2つだったと思うんですけども、この2本について与野党間で本質的な議論はほとんど行われなかった、はいはいはい。でまあ、一方前半は秋の山寺と言われる、まあ、秋葉と山際と寺田ともう一人話ですか、はい、秋の山寺の派とも言いますけども、そのスキャンダルにまみれた国会で岸田政権がもうよろろになって、大声の3年間と言われたのがもう、はい、泥沼の3ヶ月かっていうぐらいですね、よれよれになったんですけれども、補正予算案と統一教会の被害者の救済法案が淡々と審議されたことによって、延長もされずにですね、うん、土曜日に無理やり国会を開いて閉じたということの裏にはですね、結局野党がやりたかったことは岸田を倒すことじゃなくて、まあ、立憲民主党自身が維新と一緒にやりたかったって、それで終わってしまって、まあ、維新自身もですね、まあ、いろんな思いがあって、立憲についていた方がですね、風よけとして立憲の後ろにいた方が得だという判断でやっていて、まあ、そうした意味では本質的な議論とか国民のことっていうのは置き去りになっちゃったんじゃないかなと思いますね。まあ、それ自体がまあかなり驚くべき事態だと思うんですが、はい、それと、はい、そもそも始まってすぐに国会が止まるというですね、前代未聞の事態が起きましたけど、はいはい、あれは一体何だったんでしょうか。はい、あれはね、私はこの世界に30年ぐらいいますけれども、はい、これほどどんくさい自民党の国対っていうのは初めてですね、国会対策委員会ですね。つまり総理の外遊日程を見ていれば、はい、あのタイミングで開幕開会することはありえないわけですね、うんうん、1週間早めるかですね、はい、どうにかしなければならないんですけれども、そのいきなり始まった途端に総理の外遊が入って止まったりとかですね、ありえない手順でありまして、それだけ自民党の国会対策の質が落ちていて信じられないような状況でしたね。落ちるにもちょっと程がありますよね。 その、はい、そんなのなんていうか普通の会社でもですね、はい、社長が出る会議に社長の予定を調べずに設定するっていうかとか、はい、まあ、考えられないですよね。そうですね。あと、まあ、その自民党の政権運営の巧みさの一つっていうのは、はい、カレンダー作りのうまさなんですね。あ、はいはいはい、権力っていうのはカレンダーを作れるのが権力なんですよ。なるほど。私が役員というものがやっぱりずっとカレンダーを見てですね、木が枯れそうな時を見て、その時に何かリークしろって指示が官邸から飛んできたりとか。なるほど。おそらくその今回補正予算と統一教会の法案が出るのは明らかだったわけですから、はい、審議何日ぐらいでどこに山が来てどこにどういう行事をぶつけるかって、昔の自民党なら2ヶ月3ヶ月のカレンダーはきちんとなわけですよ、今それができてないんだと思いますね、うん、それでは、まあ、自民党を恐るに足らずと本当は思わなければならないところで、ね、でもその、まあ、例えばいつも思うんですけど、
例えばだから政府のやり方とかに反対している人々、はい、まあ、私もそうだけど、はい、政府がやろうとすることに反対するっていう、はい、でそれをやってる限りはその政府の側にアジェンダの設定握られているので、そうですね、はい、だからその何かが敵がやろうとすることに対して反応している限りではもうやっぱ常に相手側はですね、いいタイミングで好きなことをやってくるわけなんだから、ああ、そうですね、でしかも権力を持っているから勝てるわけがないので、必ずアジェンダをこちら側が握らないといけない、うん、まあ、それをどうやったらいいかっていうことを考えないといけないと思っているんですけれども、はいはい、その政府の側が自分でそのアジェンダを放棄してる感じですよね。まあそうですけども、ただ野党側もそのまずい政府与党のに乗っかっちゃってることがあって、その一つがその今回の補正予算だと思うんですね、はい、で私もあんま岸田首相と議論するね予算委員会の機会を26分間いただきましたけれども、それまで私がほぼ最後ですか、私の相手に後にいるのは令和新選組が数分間いるだけですから、あは、はい、あ、私の前にほぼ他の政党はみんな質疑をやってるわけですね。でそのいろいろその予備費が多いんじゃないかとかね、基金を積みすぎじゃないかって、それはそうなんですけども、もっと根本的な問いかけが欠けていて、はい、なぜ今このタイミングでこの補正予算なんですかっていうのと、その今の経済状況でなぜ29兆円なんですかっていうのと、その29兆円 の、 出す当ては財源ですね、それは何があるんですか、将来どうするんですかっていう本質的な問いかけがなくて、電気代をもっと割引けとかね、一人10万円配るとか、そういう話はあるんだけども、そもそもなぜ今経済対策なのって議論がないんですよ、うん、なんとかそのつまりどこから金持ってきて、でどれだけ配るのか、まあ、だからばらまき合戦ですよね。電気代割引ならガスも割引けって公明党が言って、ガスも割引くんだったら都市ガスだけじゃなくて LP も割引けって国民民主党が言ってね、電気代だけじゃ足りないから各家庭に10万円配れってね、立憲民主党とか令和新選組が言ってって、まあさっきの話で言うと同じ土俵の上でみんなバナナの叩き売り合戦をやってるだけで、うん、ところでなんで今経済対策なんだそうですね、っていうのがないわけですよ。そもそもだからとんでもない、まあ、巨額ではあるわけですけれども、はい、その金額は一体なぜそんな金額が出てきたのかっていうふうにお考えでしょうか。いやそれはもう自民党が30兆円って言ったからだと思うんですけども、あの萩生田さんかな、はい、でか月例政府が出してる月例経済報告はですね、はい、景気が緩やかに回復してると言ってるわけですよ。うん、で物価高対策のために今回補正予算を組んだっていうのであれば、はい、その回復してる途中にね、さらに油を注いだら燃え上がってさらに物価高くなるわけですよ。しかもそれを29兆円っていう、普通今までだったらですよ、コロナ禍の前だったら真水10兆円でも大騒ぎしてたのに、29兆円もの予算を投じたらさらに物価は上がるわけでありまして、物価高対策にやった経済対策は物価を上げるという矛盾を生じる可能性がある、まあ理論的にはめちゃくちゃなことやってるわけですよ。そうですね、普通物価高に政府の財政で対応するって本来不可能ですよね。そうですね、はい、デフレには対応できるわけだけど、はい、デフレには対応できると思いますけどね。でそういう意味では、しかもその物価は実は落ち着き始めてまして、うんうんうん、ガス代なんていうのでガスや石油というのはもう値段が下がり始めて元に戻りつつあるわけですね、原油価格なんて、はいはい、で電気代はなぜしてこれから上がるかっていうと、電気代だけ規制料金だったんですよ。値上げをするのに認可が必要なんです。その認可をしてなかったから上がってないだけで、今電力会社は大赤字なんですね、はいはい、つまり燃料価格が上がってるのに、ガスの値段が上がってるのに電気代を上げさせてもらえないから、うん、電力会社各社は大赤字で、今から認可を受けて上げるんですよ。うんうん、でその要するに認可を受けて上げるショックを和らげるのを財政でやってるっていうしかのことでしかなくて、タイミングで見たらもうトゥーレイトだし、しかもその認可料金が上がる分の半分ぐらいしか電気代の補助で補填できないから、補助をもらったとしてもまた電気代上がったねってね、痛みしか国民は感じなくて、じゃあこの何兆円も使ってる電気代割引って一体何なのって私は理解できないですね。あ
まあ言ってみたら金をドブに捨ててるようなもんですよ。何を考えてそんなことに、どういう理屈でそうなったんでしょうか。いや、それは何かやらなきゃならないって、岸田さんのそれだけじゃないですか。マスコミを受けたり、その自分が決断したって、不利をしなければならないっていうことだと思うんですよ。でね、その私が国会でも言ったんですけど、振り返らなきゃならないのは、1973年のオイルショックの時に、はいはい、当時は田中角栄内閣でやったんですけど、もっと物価は狂乱物価で今以上に金利が上がってたんですね。うん、そう、2割3割って上がってましたですね。はい。で、その時に一切価格補助なんてやってませんよ。うんうんうん、呼びかけたのは何かって言ったら、エネルギーのまず供給構造を変えましょうって言って、はいはい、当時の石炭や石油からですね、ガス原子力に変えるということと、徹底した省エネを呼びかけて、省エネの技術開発を行って、つまり経済構造を変えましょうってことです、ね。うんうんうん、そうですね、はい。で、予算はですね、逆にマイナスというか引き締めたんです。うん、当時その田中角栄内閣ですから、大型工業需要をいっぱい計画してたものを、例えば整備新幹線の予算を一時止めましょうとかって言って、うんうんうん、緊縮財政を引いたんですよ。まあそうですね、当たり前ですよね。物価が上がったんだから、ね、緊縮にしなきゃならないわけですからね。うん、で、まあ理論的にも正しいし、しかしそこでまあ一時的な痛みが次のいろんなものを生んだんです。例えば、うんうん、今太陽光はもうほとんどパネルは中国、台湾製とかになってますけども、もともとは日本が太陽光の技術って一番あったんですよ。そうですね、はい。それはオイルショックの後にサンシャイン計画、ニューサンシャイン計画って続くんですけども、ネドっていうその今の独立行政を使ってですね、その新しい新エネルギーって言いましたけど、いわゆる再生可能エネルギーの技術開発、一番最初にやったのは日本だったわけです。そうでしたね、はい。でそれを実用化して産業化する段階では日本は遅れを取りましたけども、うん、少なくとも20年前までは再生可能エネルギーの技術や風力にしても太陽光にしても日本が私が役所に行った一番だったわけですよ、はい、そうですね、はい、でそれの元は1973年の第一次オイルショックで石油に代わるものをやらなければならないって言って、うん、結果的に産業化できなかったツケが今やってきてね、こうしてその再生可能エネルギー比率が低いことによる電気代の高騰を我々は受け止めなきゃならないわけですよ。むしろ高い方が、ガスを使った電気代が高い方が需要は再生可能エネルギーにシフトしますよね。そうですね。本来であれば、経済原理であれば、だからむしろ今呼びかけるのは、ね、電気代が上がるから再生可能エネルギーの電気を使いましょうと呼びかけるのは本来のことだと思うんだけども、そこで電気代補助なんてやっちゃったら、そういう転換も起きなくて、まあ、構造転換起きないですよね。はいはい。理論的にもおかしいし、次の時代へのせっかくの転換、世界中が今それやってると思うんですよ。このウクライナ、ロシアの危機等による、はい、エネルギー価格の後退を受けた、その供給構造の転換、経済構造の転換って、世界中が今用意どんでやってる時に、日本だけスタートラインに着く前に、ちょっと休んでおいてって言って、はいはい、楽なソファーに座ってお休みしてるようなもんですよね。うんうんうん、だから ここのその一発の補正予算が20年30年後の日本の経済的な地位を決定的に悪くする可能性だってあるわけですね。うんうん、いやまあそうですね、恐ろしい。まあヨーロッパなんか本当にリアルにものすごい危機なので、はい、で多分その10年経ったらものすごい構造が変わってると思うんですよ。で、はい、もう本当に年単位で変えようとするっていう、はい、ちょっと信じられないような変化を遂げているので、はい、その時に一服してたらちょっと大変なことになりますよね。はい、で日本はやっぱり1973年とその後の第一第二次オイルショックを経験したからこそ、その後の、うん、まあ、バブル経済になりましたけども、ね、経済の成長があって世界に、まあ、の経済大国までなったんだと思うんですよ。まあ、特に自動車産業はあそこで優位を築きましたですよね。そうですね、燃費のいいその車を作ったことで世界中で売れる自動車を作っていったわけですし、まあ、様々なイノベーションがそこで起きたわけですよ、ね。はい、で日本は今その機会をみすみす逃そうとしていて、やっぱり今必要なのは我慢して次の新しい時代に備えたり、そこに投ずることであって、電気代の割引をする現象をやることではないと思うし、そもそも今29兆円もの予算を出す必要はない。私は緊縮派じゃないですよ。ただ出すタイミングを間違えないようにしないと、タイミングっていうのは経済政策で一番大事なのだって今
そうしたことをやるタイミングじゃないと私は思いますけどね。まあ、とにかくいずれにせよその物価高を財政支出でなんとかするっていうのはこれ論理的にありえないこと、まあ、経済学の教科書にはそういうことは一切書いてないですから教科書に書いてあるかおかしなこといっぱい書いてあるんですけども、論理的に不可能ですよね、不可能ですよね、はい、そもそも不可能なことをやろうとしているわけだから、はい、でまあ、可能だとしたらこれはまあ社会主義経済とかその統制経済であればこれは可能なんですけど、うん、いやでも統制経済もそこで財政出動したらどうなるかっていうのはね、うん、経済学ではろくな結果にならないというふうになってるわけですね。だから統制経済はいけないということになってるわけ、うん、そうですだから、まあ、その頭の中がやっぱりちょっと信じがたい構造になってるとしか思えないんだけれども それはでも多分その自民党がおかしいというだけではないですよね。その政策を実際に作ったりするのはやっぱ官僚なので、いやでもね、私がね質問してたら後ろの、秘書官たちが一生懸命うなずいてまして、だから霞が関の人たちも、ね、そこまで、まあ、大学教養課程レベルの経済学の知識があるでしょうから、その知識で見たとしてもこんなおかしな話はないねって分かってるんですよ。あ、私の質問の後ろで一生懸命こううなずいてましたでもかつてであればその官僚、まあ、多分おそらくですねオイルショックの時の田中内閣もですね、はい、まあ、その官僚が作った政策をその政府が取るか取らないかっていうことだったと思うんですけど、はいはい、現在では そういう力関係にもうなってないっていう、ね、そうですね、別にね官僚が政策作るのはいいとは思わないけども、うん、ただ官僚が作るにしても誰が作るにしてもやっぱり基本的な理論っていうのがあるのであって、私は岸田さんに言いましたけど、やっぱり政策決定って科学であるべきだと思うんですよね、うん、それがないわけですよ。もっと面白かったのは岸田さんが円安のメリットっていうからね、円安のメリットって一体何があるんですかと、うん、まあ、あんまり考えられないと思うんです円安のメリット、うんうん、で特に一国の総理大臣たるものはね、そのこれは一時の円安ならね、それはそれに対応して為替介入するとかいろんなやり方あると思いますけども、でもこれもしかしたら構造的なものかもしれないんですよ、なぜなら日本は貿易収支が赤字が恒常化しちゃってるわけですね、はい、つまり作って売るものがなくて食料とかエネルギーを買い続けなければならないから、うん、構造的に赤字になれば常にドルを使わなければならないっていうね、うん、そういう国になりつつあるのがもしかしたら円安の原因かもしれないんですよ。でそうだとするならばそれは日本の価値が安くなったから円安になってるのであって、総理大臣っていうのは日本の価値を高めるのが仕事ですよ、うん、日本を安売りしたいってアベノミクスみたいに安売りで万歳っていうんだったらいいけど、一時的に安売りをするのはいいけれども長期的に円安になっていったら日本はどん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 貧しい国になっていくわけですよね、うん、おかしいじゃないかって言ったら岸田さん何と言ったか、いや円高のメリットも生かすんだと、円高のメリットも円安のメリットも両方を追求するっていうから、そんなバカな話あるかと円高と円安が同時に起こるなんていうのはありえないんですよ、円は一つしかないんだから私岸田さんにね、あなたの頭には霞でもかかってるじゃないかって呆れて言っちゃったんですけども、まあ、ほどほどさようにその論理的理論的科学的に政策が考えられてなくて、うん、最もその岸田さんがその頂点にいるわけですよね、うん、でさらに危機的なのはそうした事態に対して他の野党が誰も言わない、うんうん、自民党の与党もですね、まあ、カレンダーすら作れない無能な政党になったわけですから、うん、もっと金を出せもっと金を出せとは言ってもですね、これ理論的におかしいんじゃないのっていう声が、うん、ほとんど自民党の中からも聞こえてこない、うん、まあ、自民党は長期政権を持ってたっていうのは政権与党としてたとえ一時的には不人気でも、まあ、理論的に正しいことをやってるんだっていう矜持があったからね、長年与党だったと思うんですよ、うん、今の最近の防衛費の財源の話もそうですけども、何でもかんでも国民に快楽を与えてればいいとかね、テレビカメラの前で国民受けすることを言ってればいいっていうようなですね、非常に安っぽい政党に自民党はなったし、うん、野党はその同じ土俵の中で安っぽ合戦をやってるだけというのが、うん、この補正予算の審議で明らかになったんじゃないでしょうかね。それはでもその、まあ、ある意味ちょっとかなり恐ろしい事態ですよね。いやだ恐ろしい事態は統一教会のその法案でもそうだと思うんですよ、
いや、それは毎日ワイドショーを見てたらね、あの、2世の信者の2世の方の状況は悲惨だし、うんうん、なんとかしなきゃならないしね、日本人から金をぼったくって韓国に送金してるのはふざけるなと、あんな宗教なくなってしまえって思うのは私もそう思いますよ、うんうん、ただ問題はそういうその感情的な問題と法律との間にはやっぱり一つの仕切りがなきゃダメで、うん、法律っていうのは権力の行使をある意味限定的に許すことですよね、うんうん、法律で、法律で、まあ、政府に対して権力の行使を許してやるのが法律ですよ、許してやるのが法律だと思うんです。そのことで考えたときに今回の被害者救済、最初立憲民主党なんとかね、その維新の会なんかはですね、そのマインドコントロールでに対してね、取り消しをしたりでやるっていうんだけども、うんうん、マインドコントロールって法律でどう書くんですかと、うんうん、統一教会の信者を助けなきゃならないっていうこと自体がワイドショーばっかり見てる人がマインドコントロール受けてるかもしれないんですよマインドコントロールって分かんないでしょ、まさにマインドなんだから、うん、どうこん、みんな僕ら全員マインドコントロール受けてるわけですよ。もちろんそうですよね、うん、だいまあ学校教育とかメディアとかを通じて私たちはこう操作されてますよね。そうですよね、うん、っていうか そのそもそも自分って存在なんてしないわけじゃないですか。いろんなやり取りの中でね、コミュニケーションとかそういうの、うん、人との関係性の中において自分っていうのは存在するのであって、まあ、マインドコントロールもその一種で程度問題ですよね、うん、だからそのマインドコントロールを受けてると、これ最初の立憲民主党なんだと文部科学大臣が認めればね、いろんなことができるようになって最後は解散までできるようになるわけですよ、うん、最初の案ではですね。でそうするとどうなるかって、文部科学大臣って誰って言ったら政権与党の政治家ですよね、うん、多くの場合、今の政府なんでも内閣総理大臣で、それを消費者庁長官に任命するって言ってますけども、内閣総理大臣は時の、うん、与党というか政治です、多数を取った政治家ですよね、政治ですよね。こういうことが可能になっちゃうわけですよ。政権交代をすれば幸せな世の中になりますってね、ある政党が言って、だから献金してくださいって言ったら、みんな、ああ、そろそうだって、今の自民党政権悪いからね、政権交代しなきゃならないって言って、やったって言って、やったことに対して、あ、それはね、やっぱりやってみたら、政権交代やったってよくならなかったと、民主党政権なり。だから、あれはマインドコントロール下の下で献金を集めたことだから、ね、あのその団体は調査して、最後はね、認可の取り消しだみたいなことになるわけですよ。うん、今回、ちなみにその法律は宗教だけじゃないですから。はいはい、まあ、そう区切れませんもんね、うん、大学への寄付とか、うん、政党や政治家への寄付とか、全部が対象ですからね。そこに権力が入った時にどうなるかって考えれば、うん、しかも法律ってのは今だけ効力があるわけじゃなくて、改正しない限り、廃止しない限りずっと続くわけですよ、うん、30年後なんかプーチンみたいな人が出てきてですよ、うん、この法案を使って例えば令和新選組がですね、あの演説会をやりながら山本太郎に託せば消費税はゼロになりますって言って、でそれで献金集めるような行為があった時に、うん、山本太郎のマインドコントロールでみんな寄付させられたから、令和新選組には政府のね調査が入って、それで質問がまず入って調査が入って命令がかかって、それに応じないから解散命令だとか、ね、うんうんうん、いや実際になりかねないわけですよ。まあやろうとはできますよね、はい。でそうならないようにどう法律を作るかって議論するのが立法府にもかかわる、うんうん、はいはい、もっと厳しくしろ、もっと厳しくしろ、それは統一教会に厳しくした方がいいけども、うん、これを厳しくするために作った条文っていうのは統一教会以外に効力を得た時にものすごい危険なものに、いやもう恐ろしいですね、あるわけですよ、うん、そうした議論は誰一人今回、私たちは今回消費者特別委員会に委員を有志の会を出してないですから、はい、そうした議論はできなかった。僕らずっと政府とは あの国会の場じゃないところではそういう議論をしてましたよ。立憲民主党さんにもそう申し上げましたよ。本当にリベラルだったらやっぱり権力は抑制的にすべきだし、例えば裁判所を絡めるとかね、第三者のなんとか委員会みたいなのを絡めるとかにしないと、文部科学大臣とか総理大臣がいきなり寄付行為に対して、しかも信仰の自由とか学問の自由とか政治活動の自由とかに立ち入るようなことを判断して寄付の取り消しとかそういうのを判断するのはおかしいじゃないかって僕らずっと言ってたわけですよ、うん、でも僕ら以外そういうの誰も議論しないんですよ、うん、立憲民主党ってつけてるのに
全然立憲主義じゃないじゃないですか。いや、恐ろしいことですね。憲法の一番大事な自由権との関係はどうなのかって、うん、立憲民主党っていう政党が全く議論しないっていうのは、うん、私は恐ろしい世の中だし、メディアも全くその視点で論じないんですよ、うん、朝日新聞とか毎日新聞のようなリベラルを受賞しているメディアすら統一教会けしからずと、うん、それはかつて勝共連合みたいにやってたから統一教会憎しなんだろうけども、うんうん、法律は統一教会が対象じゃないですからね。学術とかそういうのも全部対象なんですから。でもその寄付行為そのものが問題になるってやっぱりかなり奇妙な流れですよね。そうなんですよ。問題の本質はそこではない。そうだと思います、はい、つまり安倍さんが撃たれたような事態が発生するようなその何かその構造的歪みがどっかに発生していたわけですよね。いやだから一番気持ち悪いと思ってるのはね、その、統一教会が単なるカルトで世の中の片隅でひっそり生きてるならいいけれども、うんうん、自民党の中枢とか奥深く信奉してることじゃないですか、うんうん、そこが一番恐ろしいとこですよね。でそこに対して何かそれを規制するような法律があるならいい、作るならいいけど、でもそれも私はね、いや規制したいのは山々だけども、うん、規制すべきではできないと思うんですよ。あ、まあ難しいですよね。政治活動とか宗教活動っていう問題を、うん、誰がじゃあ規制するんですかって考えたときに、うん、少なくとも行政はできないですよ。裁判所ができるかって言ったら、まあ、ある種聖域ですもんね、政治活動っていうのは。ああ、結局やれるとしたら透明化しかないんですよ。うん、そうしたやり取りを全部国民の前に出せる、はい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 、自民党でその統一教会と政策協定みたいなの結んだら全部出せと、うん、であの統一教会側もそうした政治家との接触記録を全部出しなさいよとかね。そうですね、政治に対して何らかの関わりをして働きかけをする際には自分が一体何者であるのか、そして何を要求したのか、そういうことを明らかにしないと卑怯ですよね。はい、で宗教法人である以上決算は文科省に届け出はしてるらしいんですけども、実際それも公表もされてないし、はいはい、まあね、だからその税制の優遇を受けるんだったら誰かのチェックを受けなきゃならないかもしれないし、やっぱそういうところで規制をするしかないわけですよ。はい、はい、その通りですね。でもそういう議論面とかに行政が立ち入るのは、私の感覚ではものすごい気持ち悪いことなんです。ものすごく危険なことですね。でも誰もその気持ち悪さを感じてないことが一番私は、まあそれは本当恐ろしいことですね。気持ち悪いし、私がこういうこと言うといっぱいメールでね、福島は統一教会を許すのかって言うけども、いやそうじゃないんですよ。やっぱ法律って万能じゃないと思うんですよね。なぜ統一教会にはまるのかって考えたら、逆に今まで宗教に有無だったからだと思うんですよ。うん、で普通にきちんとした信仰を持ってね、例えばクリスチャンで毎週教会に日曜日通ってますっていう人が統一教会の教義に接すれば、そんなの邪教だってすぐ分かると思うんですよ。あるいは神社の氏子になっておみこしとか担いでね、そこで精神的な満足を得てる人は統一教会なんかにはまらないと思うんですよ。おそらく多くはまってる人は、まあ、大変な目にあったりいろんな何かね、闇とか苦しみを抱えてるんだろうけども、それまでそうした真っ当な宗教と接することのないような人がですね、統一教会にはまっちゃうんだと思うんです、うん、まあそうですね。私の一番大きな問題はやっぱり孤立してるってことですよね。一人だから、僕らが学生の頃、うん、原理研究会に入る子っていうのは田舎から出てきた大体、まあ、モテない男なわけですよ、うん、で都会の生活に馴染めない特に東大の駒場で可愛いお姉さまにちょっと映画でも見ませんかって言われてついていっちゃって、うん、待っていったりするわけじゃないですか。でそれってじゃあ法律で規制するんですかって言ったら、うん、一応ゲート商法みたいな、ね、今回規制してますけれども、うん、でもそのそもそものその宗教との接し方とかそういうのは法律の問題じゃないと思うんですよ。で何でもかんでも法律で解決しようってすること自体が間違いで、うん、まあそのフランス革命後のロベスピエールみたいなもんなわけじゃないですか、うん、だからアーム上のあのなんとか警部みたいなもんですよね。何でも法律を適用すれば人が幸せになるか、世の中が良くなるかっていうのは間違いであって、法律はそのパートの必要でしかなくて、法律には副作用もあるんだから、じゃあ法律では何を規制してね、法律以外の仕組みで何をするかって考えるのが本来の統一教会問題の王道の考え方だと思うけども、
誰もそんなことを国会で議論しないんですよね、うん。まあ、だからそもそもそういうその統一教会のカルトがその政権与党に深く入り込めるような構造に政権与党がなってるということ、これはもう極めて構造的問題ですね、そもそもが。いやいや、これはね、ある意味のパンドラの箱だと私は思ってまして、多分自民党の成り立ちからの問題だと思うんですよ。そうですね、はい。55年体制で保守合同をした、あとちょっとあとぐらいですよね、で韓国も同じように東西冷戦の下で、その南北分断の歴史があって、でまあ、ある意味朝鮮半島と日本が冷戦の最前線の中にああいう宗教ができて、宗教連合という運動を起こして、で日本もまあ日本を社会主義化しないというので保守合同が起こって、まあ、そうした大きな歴史の中に位置づけられる話であって、これやれば多分自民党の自己否定に場合によってそうですね、だからまあ自民党の自己否定につながる、自民党の人たちはやりたがらないんだと思うんですよ、だからそこをその手をつけるっていうことはやっぱり、あとは絶対に、まあ、当然攻撃ポイントだし、でも自民党にとってもこの問題乗り越えないでもう何十年もその政権与党でいることは私は不可能だと思うんだけど、そこにこう取り掛からないっていうのはやっぱり非常にあの不気味なことだと思うんですよね。つまりこのまま構造は残ってしまうわけなので、あ、だからそれは非常に勇気のいることだと思うんですよ、はい、あの自民党にとっては当然勇気のいることだけども、野党にとってもそれを追及するっていうのは、まあ、ある意味命がけのことだろうから、でも全くそういうのやる気がないですよね。まあ、それは怖いですよね。被害者を呼んでかわいそうですねって言ってそれをギャーギャー騒ぐだけであって、でそもそもなぜ統一教会がここまでのさばったのかというそこの問題に対して、特に政治との関わりに対してですね、強くやろうとはしてませんでしたよね。それはそのまずそのそうするとそのなぜ野党がそこまでですね、野党はあれですよ、政権なんて取りたくないんですよ。あ、よくあのね、私が言うのはね、次の選挙で政権を目指すっていう人は絶対政権取る気ないんですよ。明日なる物語みたいな、でこの間そう言ってましたよね、あの、まあ、まさにそう言ってましたね、はい、維新もそう言ってますよね、うん、やっぱり権力って取れる、いつでも取るために最善を尽くさないと取れるもんじゃないんですよ、ホップステップジャンプで権力を取るなんてありえなくて、次で取らなきゃダメなんですよ、次で取るためには自民党のと統一教会の本質っていうかですね、まあ、戦後のこの東アジアの世界秩序の中での構造そのものを、に対してどういうか、もう冷戦終わってるんだから、その冷戦の遺物たるね、自民党とか統一教会とか、そんなのもうどうでもいいでしょと、いうことを言わなきゃならないんだけども、多分一回で政権取らなくていいよくてね、まあ、多くは自分の議席を守ることが目的になっちゃう、はいはい。だから結局、その物陰から紙で、あの水鉄砲撃つようなね、そんなことしかできないわけですよ。まあ、でもこの問題本当にちゃんと取り組めば、おそらく自民党は自ら崩壊してしまう、あるいは分裂してしまう、そういうレベルの問題ですよね、その本質に関わる問題です。特にその、岸信介に由来する、はい、その最も大きな勢力である清和会、まあ、私は自民党という政党が保守政党だと思ったことは一度もないんですよ、今まで。もう高校生ぐらい、中学高校生ぐらいで政治に興味を持った時から自民党というのは、はい、左翼政党だと私は思ってるんですよ。そうですね、まあ、左翼というか、ノンポリ左翼っていうか、ね、うん、あ、そうですね、政党だと私はずっと思ってるんですけど、まあ、つまりその、まあ、それはその統一教会という補助線を引いてみたらよく理解できる、そこですよね。彼らは反共と言ってるのだけであって、ね、冷戦時代に日本を共産国化しないということをもって保守と言ってるわけであって、アンチ共産主義と、そうですね、社会主義っていうところにしか価値がないし、じゃあ何を守るんですかってないんですよ。共産主義から守る、社会主義から守る、共産国家から守る、ソ連や中国から守るということを言ってるだけであって、じゃあ実際に何を守るかと、いうのはないんですよ。そもそも日本とか国家とかそういう意識や民族とかそういう意識がないのがね、自由民主党という政党。そうですね。あと私はもう、まあ、それを象徴するのは安倍晋三さんという政治家でしたですよね。まあ、だから常に中国という仮想敵を、共産党が政権を握る国を仮想敵とやること、あの、しておかなければならないわけですよ。でもそれはその政治思想の欠如っていうことですよね、その本質にある。まあまあ、だからノンポリなんですよ、私から言うと。
で、それはその、それに反対する野党もまたそうであるってことですよね。おっしゃる通りです。かつてはだから社会主義政党の論破り左翼なんで。そうですね。社会主義政党であれば、それは社会主義があるんだけど。はい。でも社会主義も目指してないわけでしょ、今の野党。そうですね。はい。だから何も変わらないから、だからみんな投票にも行かないし、政治に興味がないっていうのは、理想とか理念とか、要は心に響くものがないわけですよ。最近参政党みたいなのが人気が出るのは、はい、それが心に響くものがあるから、こっちの方が人気が出たりするわけですよ。福島さんはその理念としては、何を私たちは、福島さんは何をその保守すべきであるとか。土着の保守って言ってるんですけども、土着の理念、もう一回その自分たちが生まれ育ったところとか、はい、ご先祖様のなりわいとか、そういうのにを振り返りながら、しかし世の中はこれだけ情報通信手段とか移動手段が発達したことだから、はい、土着の根っこを持ちながら外に出ていくっていう時代だと思いますよ。でも土着のその根っこがなければ外に行っても根なし草で浮遊する時代だと思うので、まあグローバリズムの結果ってそうだったわけじゃないですか。どんどん無国籍になっていったら、人はそのアンハッピーになったから、トランプみたいにメイクアメリカグレートアゲンみたいなね、話になっていくわけですよ。まあ、全世界がああいうものですね。もそうですよね。その EU の統合してみたけども、やっぱり最後は、その民族とか、あるいはお父さん、お母さんとかね、簡単にそういうところにみんな帰ってくるわけだし、それをそのあまり刺激するような政治というのは危ない政治ではあるんだけれども、しかしその自分がその土着でいることに対してね、それでいいんだよって声をかける優しい政治っていうのがね、今必要なんじゃないかな、まあ、それは統一教会にはまるのと同じ論理ですよね。そのつまり自分自身を支える何かというものを欠いている状態であるときに、その宗教であれ、グローバリズムであれ、はい、ナショナリズムであれ、そういうイズムっていうものに触れると、そうですね。だからそれにうぶだから統一教会にはまって、それはマザームーンっていうのと、そうでしょ、お父さんお母さんって言って、文鮮明の夫妻がお父さんお母さんで、それからは何かを分けた兄弟っていう設定だから合同結婚式もあるわけです。ファミリーなわけですよ。だからおそらく居心地が良くて、一世の信者の人は寄付もしちゃうわけでしょ。さ、寄付は他者に対して寄付してるつもりじゃないと思うんですよ。そうですね。まあ、宗教に仕送りをしたりですね、自分の家を建てるような思いでやってるからあれだけのお金を出すのであって、まあ、技術的なファミリーなわけですね。そうですね。やっぱグローバルな時代にそういうものを壊しちゃったから逆にそうした宗教にはまる素地というのができているのであって、やっぱり自分は何者かっていうのの、その、道しるべみたいのを残さないと人間っていうのは、その別、なんかそうなっていっちゃうんだと思うんです。そうですね。まあ、そう近代っていうものがやはり人間をその、そもそも土着の空間からできるだけ切り離して、はい、まあ、機能化どんどんしていこう。そうですね、はい、人間関係をどんどん断ち切っていって、はい、まあ、孤立した個人にしてしまった方がその組織とかには使いやすいっていう、はい、でこれが極まっていった結果として今の社会があるわけ で、はい、でこれのままではですね、おそらくその世界を破壊してしまうっていうところまで来ていると思うの で、この自分新しい根を作り出していかないといけない。まあ、だから本当はその政治の対立軸はそこにあると思うんですけど、そうですね、はい、でもまあそうした政治勢力は今またなかなか出てきて、まあ、僕らはそういう政治勢力になろうと思ってますけども、なかなかそうはなってませんよね。だから政治運動もそういうことが必要なんですよ。ある意味、マルクス主義みたいなグローバリズムなわけですよね、一つの思想をもとに世界を、まあ、統一するわけじゃないけども塗り替えていきましょうっていうので、マルクス主義も資本主義もグローバリズムっていう意味では同じ根っこだったと思うんですよ、はい、でそれが20世紀であったとするならば、もう21世紀も20年経っちゃいましたけども、次はそれを乗り越える何かの思想を打ち立ててそれに、はい、を実現するための政治っていうのがなければならない、まあ、今世界で起きているのはそういう動きだと思いますけどね、はい、でそれをそこに向かってその主体的に人々が取り組まないでいると、その表面的な何かに飛びついてしまう。でもこれ非常に危険な状態ですよね、そのファシズムとか。そうですね、だから衛星の家族、家族みたいに引き寄せられちゃったり、あるいはトランプのような先導者が出てくると、そこについていってしまう。そうですね、はい。
だからその人、まあ、私はだから常にその新しい人々の関係性を回復、それにはですね人々が関係性を構築する能力の回復っていうのが大きな問題が立ち塞がっていて、はいはいはい、今の現代の社会で生まれ育つと人との関係性を作って育てていくっていう能力を失ってしまうんですよね、はい、それはリアルな人間同士の関係性だと思うんですよ、まずは親子でありね、まあ、兄弟であり、まあ、そして友達っていう広がりですよね、地元の同級生とかね、そういうそのリアルな人間関係の中の、それは面倒くさいんですよ、面倒くさいけども、いや、本当その通りです。でもその方がやっぱり最後は居心地が良くて、面倒くさくないそのファーストな関係っていうのは、あの結局最後不安になるわけですよ。そうですね、はい、LINE を送ってね、既読がいつまでもつかないから、人間関係終わりなのねっていうのじゃやっぱりダメなわけです。やっぱり何がしかの身体性とか、匂いとか、なんかその雰囲気とか、オーラとか、はい、そういうものでなんか感じる何かがないと、人間っていうのは生きていけない、うん、そうですね、まあ、まあそれはその貨幣っていうものがやっぱりその人弱い形で人々の関係性を取り結ぶ大きな力を持っていて、でそれによってその深い関係性というのを代替していくっていうのが、まあ近代の大きな流れだったと思うんですけど、はい、それがですねその、まあ、逆転せざるを得ないところまで今私は来ているんだろうなと思っていて、そうですね、はい、その関係性再構築っていうものを、そのでも政治がそれを実現することも難しいですよね。貨幣の方がまだね、貨幣はね、まあ、交換の手段であってね、昔の貝を交換したとかね、今でもお札を交換したもいいけども、だんだんビットコインとか仮想通貨ってなってくると、その貨幣もまた質が変わってきちゃうわけですよ。そうするともっとよく分かんなくなって、店でね、駄菓子屋でおばちゃんに100円玉握りしめて、これで買えるのちょうだいっていうのはコミュニケーションだけども、ポチッと押したりね、なんかカードになったらなくなるとかね、それだとその、まあ、貨幣自体もおそらく変わってきてる。いや本当ね、だから私はだからインターネットでこのポチるっていうことによって買い物ができるっていうことが持ってるインパクトってのはすごいと思うんですね、はい、誰の顔も見ないで生きていけるっていう、そうですよね、ことを可能にしましたので、まあ、だからこそあのコロナの時も困らなかったんだけど、はい、でも逆に人々はその直接の関係性の喪失っていうのにどんどん慣れていってるっていう。そうですよね、だから大阪のおばちゃんだったら必ずね、負けてえなとか言うわけじゃない、あかんとかってねやるのが一つのコミュニケーションだし、うん、そこでたまに負けてくれたら嬉しかったりね、うん、あんたケチやなとかってやめる言ったり、まあ、そういうのが多分大事でね、うん、そのあまりにも合理性だけで、あ、ポイントがつきました、ポイントを使いましょうみたいになっていくと、全てが数値化されちゃうとやっぱりなんか人間性っていうかね、そういうものが失われちゃうんでしょうね。まあ、そういうことを実現するための政治っていうのは一体何ができるんでしょうか。政治がそういうことを実現するっていうのは、いや、まあ一つは言葉だと思いますよ、政治家の。ああ、はいはい。で、やっぱり選挙なんですよ。みんな合理的に選挙やってネット選挙だって言ってるけども、結局はリアルな人間関係しかなくて、今日も私この話をする前に地元一軒一軒ね、個別を、150件ぐらいしてきたんですけども、やっぱりそうやって接するところでいろんなものが生まれてくるわけです。なるほど。だから政治家がその政治活動をついて通じて人々のつながりを作り出す一つの補助をするっていう。だし、その人の人生が変わる場合だったんです、政治家が。まあ、そうですね、はい。コミュニケーションによってその人が変わる場合だってあるわけですよね。だからその法を作るとかいうその議会そのものが行っていることっていうことよりも、その政治活動、そう、政治家という存在自体が AI で代替できないものをやらなきゃダメで、人間って不合理な存在だから、合理的なものは AI でもね、何でもネットでもやればいいですよ。そこで救えないもろもろのその汚らしい欲望とかね、ドロドロしたものとか嫉妬とか、あるいはその理想に向かうなんか夢みたいなものとか、さまざまな合理的では説明できないものを扱うのが政治であって、うん、なるほど。でも人間の関係ってそういうもので動くものだから、それを調整したりね、うまく働きかけたりするのが、はい、まあ、政治の役割なんです。まあ、それはつまり、まあ、秩序形成
という言葉で言ってもいいかもしれない。あの、まあ、秩序っていう言葉がまたちょっといろいろ声があるとは思うんですけども、まあその多分論語の中でその君子っていう人がイメージされてるのはその機能ですね。まあそうですね。自分の身の回りの関係性っていうのを投与していくっていう。そうなんですよ。でそういう人がたくさんいないと社会は持たないのってよっていうのが私は論語の思想だと思うんですけれども、まあ、そうでしょうね、うん、はい、で政治家というものがそういう機能を果たさないと社会は崩壊してしまいますという、まあ、そういうことですよね。政治がそういう機能だと思うんですよね。もう本当にまさにそれが YouTube で喋ってばっかりでもしょうがないわけですよ、うん、まあ、だからそれがあのまさに何ですかね、論語の中で、あのなぜあなたはその朝廷で政治をしないんですかって言われたときに、私はその政治をしています、はい、っていうふうに孔子が答える話がありますけど、はいはい、それはつまり自分の身の回りの関係性っていうのを、はいはい、私は日々大切にしてるっていうことが政治なんだっていう、そういう主張ですよね、はい、で現代においてもやはり そういうことをする人がいないとその地域社会っていうのは持たないし、その地域社会持たないならその国家もやっぱり持たないわけですよね。そうですね。まあ、だからそれがその今回のね茨城県議会でも出たわけです、はいはい、あのマスコミから見るとね、はい、自民党単独過半数とかね、うん、国会の選挙みたいなことを書くわけですよ、野党は現状維持とかってね、自民党の安定性状況が続きますとか、政党の数だけ見たらそうですよ、うん、その一方で茨城県議会議員選挙は自民党公認の現職候補が10人落ちてるわけですよ、すごいことですよね。公認の幹事長まで落ちてるわけですよ、はい、でもそれもマスコミ的に見るとその人たちは元自民党員の保守系無所属だから自民党に戻るだけで体制に影響はないみたいに言ってるけども、うん、それもね、その東京にあのオフィスに座ってる記者の書くことなんですよ。はい、現場でじゃあね、自民党公認の人に入れないで、うん、特に茨城みたいな自民党区ですよ、無所属の人に入れるっていうのは何の意味があるのかと、うん、である新聞は世代交代って言ってますけど、そうじゃないんですよ、うん、10人落ちたうちの6人ぐらいは一期生なんです、自民党の。ああ、はいはい、なったばかりですね。やって次すぐダメだっつって落とされてるわけ、うん、そんな年な人じゃないです、ベテランじゃない人が落ちてるから世代交代でもないんですよ、うん。じゃ何かって言ったらやっぱり自民党っていう旗だけで戦う政治家はいらないってことなんです、はいはい、やっぱりその地域社会にちゃんとその接している、そうですね、はい、その地域社会の関係性の構築に貢献したかどうかっていうことを人々が見始めているっていう、ね、まあ、それもあるし、まあ、私はずっとキャッチフレーズは党より人物って掲げてますけども、みんなやっぱり政策とかね、党の以前に人間を見てるわけですよ、うん、普通に選挙する前の時に食堂でどういうふうに飯を食ってるかとか、はい、夜中飲んだ時にどんな振る舞いをしてるかとかね、うん、まあ、それだけじゃないですよね、あの家の庭に何が生えてるかとかね、そういうところからいろいろそうした人の人間が見えてくるわけだし、うん、例えばそういうものは 見なかったとしても、まあ、人間ってパッと見るだけで第一印象で大体わかるわけです、まあ、いろんなことが伝わりますね、はい、でその逆に言えばその今までは自民党というその大門さえあればですね、うんうんうん、それが一つの信用になってみんな要件で入れる人が、はい、まあ、うちの地元なんかいっぱいいたわけですよ、まあ、それが通用しなくなってるっていうのを多くの人たちがやっぱりそのまあ統一教会の問題も影響しなかったとか、うんうん、とはメディアが書いてるけれども、ただもう自民党自身の看板っていうのはもう錆び始めていて、うんうん、その別な観点から有権者は政治家を見るようになっている兆候がこの茨城県議会議員選挙だと思うんです、ね、なるほど、まあ、それはあのつまりその自民党っていうものがその東西冷戦という中で社会主義化を防ぐっていう機能のみを背負って形成され、はい、でそれがゆえにその統一教会のようなものとも結びついてしまったっていうこと自体がその機能しなくなっている、もうしなくなって何十年も経つと思うんですけれども、はい、それがようやくその政治の表面に現れてきたっていう。そうですね。でみんなね、あのその自民党が好きな人の求める政治家像って多いのはね、うん、田中角栄を求めるんですよ、あれ自民党の政治家ではないですよね、そのどちらかというと。結局田中角栄ってなんて言われる、親父なんですよ、うん、よっしゃよっしゃって言ってね、なんか甘えてあれ欲しいこれ欲しいってよっしゃよっしゃ分かった分かったって言って、うんうん、やる親父なんですよ、一家の大黒柱みたいなね、うん、親父を政治家に求めてる人が多く、うん、それがいいか悪いかまた別の話なんですけども、 でもどうもその特に
小泉郵政解散以降の自民党を見てると、うん、いろんな大層なね愛国的な理念は白紙ね、立派な能書きも垂れるし、まあ、みんなそれなりの学歴を持ってたり演説をしたりするんだけども、何か身体性がない、うん、肉体のとか匂いとかそういうものがしないというのがあって、はい、まあ、私もここで政治活動を始めて20年になりますけども、はい、最初はもう自民党ゴリゴリですから、訪問するだけで近所の目があるからもう来ないでくれとかね、引き上げられたり塩まかれたりとか、街宣車の後ずっとくっつけられたとか、いろいろありましたけども、20年経ってすごい意識が変わったなっていうの。なるほど、なるほど。今日も私新しく選挙区になったところ、今度10増10減と区割り変更でそこを回って、街宣車で回るとまあ圧倒的な反応が悪いんですよ、自分の今までの選挙区に比べて。知名度もないし、なるほど、で自民党の強い地域ですから、はい、あの街宣車回るとお前とは関わらないよって畑に出てるおじいちゃんおばあちゃんがくるっと背中を向ける怖いですねでもね、今日やっぱり150件回って、じゃあそこまで自民党かって言ったら、まあ、そうじゃないんですよ。行って話をすると、あのポスターでよく見る福島さんですねって言ってね、あの一人でたった一人でこんなとこまで来るんですねって話をして、なるほど、ね、いや私はもう何でも皆さんの言うことを聞きますから何でも言ってくださいねとかって言うと、あここまで国会議員が来てくれるんですね、ありがとうございますって言って、まあ多分その何人かはね支援者になってくれると思うんですよ。もうその会話しないことに始まらないですね、はい、うん、その自民党がやはりそういう接触を失ってるっていうことです。そういうことです、おっしゃる通りです。私はその別に岸田政権がどうだとか自民党がどうだって回るときは言わないですね、うん、あの今度ここの選挙区変わって、私があのその選挙区の国会議員や衆議院議員になりますって言ってね、なんかお困りごとあったら何でもあの対応しますんでおっしゃってくださいって言ってね、役に立ちたいと思いますって言って、それで挨拶するだけなんですけども、うんうん、でもそれだけでもみんな嬉しいわけですよ。だそう、まさに声を届けるところが、ね、いや感じられなくなっていて、で自民党はそうなんです。あと行くっていうのが大事なんです。うん、あ、まあそれはそうですね。はい、玄関の中に入ってね、行くと、ああうちまで来てくれたってなるわけです。人間ってね、心理学でもその距離ってあるじゃないですか、うんうん、もちろんそうですね、やっぱ一定の距離の中に入らないと、はい、そのコミュニケーションを取ったうちに入らないんだと思うんですよ、うん、でもそれはその自民党を含めてあらゆる政党が国民との接触を失っている、まあ、それはそうですよね、そういうことです。国民自身がその自分自身の関係性を失っていってるわけですから、はい、国会議員もその関係性を失っていってる、はい、それによって政治そのものが危機に瀕している。まあ、そういうことですね。本当はだから野党がやるべきことは今ね、うんうん、自民党がやってない分その夢中になってね地域に入っていろいろ言えばいいんです、でそこで野党がやっちゃいけないことは自民党の悪口言ったりね、うんうん、なんか一発の立派な理念を掲げることですよ。立憲主義を守りますとかね、うんうん、あの憲法を守りますとか、そういった途端にみんなこうバリアになっちゃうわけです、その人間の関係じゃなくなっちゃうわけですよ。あ、なるほど、はいはい、20世紀型のね記号化されてしまうわけです、ね、そう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 、ええ、だからその脱記号化っていうことを進めていかないと、はい、その政治もろともその社会が崩壊してしまうっていう、はい、そういう危機に私たちは直面していて、はい、それがこの国会で表現された。野党の人から見たらね、国民なんかね政治なんかに興味がないとかね、その難しいこと言っても分かんないとかね、まあ、愚民論 で、うん、に捉えるようなことを言うわけですよ。でもそうじゃないんですよ。政治の話なんてすることないんですよ。その上積みがその語圏とかなんとかっていう学校の世界であってね、はい、あくまでも我々が対象にするのは人間でありますから。うそうですね、はい、人間とコミュニケーションするときにね、いきなり暴行でね憲法9条守らなきゃならないんじゃないって言ったら絶対モテないと思うんですよ。いや、もうドン引きですよね相手を褒めたりとかね、ちょっと笑わせたりとかね、自分のなんか見てほしいところをさりげなく言ったりとかね、して気を引こうとするじゃないですか、政治も同じだと思います、信用してもらえるかどうかが勝負だし、そうですね、はい、パッと見て一言話して信用してもらえるかどうかが勝負なんだと思うんですけども、やっぱりそれをひたすら積み重ねることに政治の意味ってあると思うんですよ。なるほど。
ありがとうございます。でもそういうことの欠如がですね、ここまでその国会の上そのものがですね、空洞化するとこまで来ているっていうことを今回のですね国会で露呈しですね、そのことに取り組むべき政治家っていうのが野党にもあまりいないっていう、そうですね、このことの深刻さっていうのを改めて理解いたしました。どうもありがとうございました。どうも頑張ってください。ありがとうございます。失礼します。